見どころを、伝えていきたいと思います。はい、初戦のヒロヤ選手とマイケル・トマホーク・トンプソン選手、ヒロヤ君は、僕的にはやっぱり今後の新しい K-1 をの顔になってほしい。パワーのある攻撃が、武器で、トーナメント乗ったら一番強い選手じゃないかなと。ソーダ選手と千葉選手の試合ですよね。あのガードの硬いソーダ選手とあの一発で倒してしまう木村選手の試合っていうのはすごく分かりやすくて、お互い意地もあると思いますので、ソーダ選手も守りっぱなしはないと思いますので、そこが見どころですかね。こちらはどうなるのかなと、多分お客さんがびっくりするような結果になってしまうんじゃないかなと。判定なさそうですよね、やるかやられるか。久保選手はやっぱりトーナメントでしっかりと勝っていこうとプランを立てている選手だと思います。で、対するラズ選手はもう多分この一戦にかけてると思うんですよ。そこが、まあ、運命の分かれ目になるのかなと。だからもう久保君がもう次のことを考えてセーブしているようならば苦戦はするでしょうね。はい、1回戦で本当にいい勝ち方した人はどんどん行くんじゃないかなと。人生変わるでしょう。はい、どんどん変えていってほしいですね。